尖閣諸島をもし中国が、取りに来ても、国際的に世論が、多分認めないと思うよ。え？って何？棒じゃ。ハラミ焼いてきたよ。いや、まだ残ってるけどね。あんたたち行くわよ。いいわね。エビ。でも、ぶっちゃけ言うと、地図で見るとな、地図で見ると、尖閣は、こんなこと言うとまたあれだけど、尖閣はね、日本の領土だって、偉そうに主張できる場所にはないんだよな。距離で考えたら。そう思わね。まあ、確かに、そうなんだよ、だから。わかんべえ。変なところにあんだよ、あれ。だって日本からは、の方が遠いんだから。そうだろ？おう、マーブルいつもありがとう。そうなの？俺も、そこは、ここを日本の領土だって、確かに昔、そこに日本人が住んでたのは事実はあるんだけど、距離がなーって思って。そうそう、竹島とか北方は言えるけど、いや、距離じゃねえだろって言うけど。でも、ユニーな、結局、海図を書くときに、EZ だっけ？なあ、あれ、聞くわけじゃん、線を。領海を。まあ、昔だったら20海里とか、そんな問題もあったけど。だから、結局、距離なんだよ。と思うよ。上釣り、そうそうそう、そんな、ね。名前を向こうがつけてるけどな。そうそう。中国だけじゃなくて、台湾自体も、尖閣に領土の主張はしてる。で、まあ、台湾が国家として、世界に認められれば、一番尖閣は台湾が持ってっちゃう可能性があるかな、みたいな。距離がめっちゃ近いから、ただ、その台湾自体も、いわゆる、大韓民国として言ってるけど、世界の国々の中では、大韓民国って認められてないでしょ。国家として、一国家としては認められてないから。あれだろ？南シナ海にまたやったんだろ？言ってたよ。中国がわさってんね。埋蔵資源が魅力あるんですよね。だから、まあ資源もそうなんだろうけどね。そうそう、だからいわゆる実効支配だよね。もう勝手に、さっさと作っちゃいいんだよ、みたいな。
メタンハイドレートだろ？ああ、ボボちゃん。穴掘ったら湧いてくんだってよ。だからそれが、石油に変わる、次の、エネルギーになるっつって。ああ。物知りだなってこと？いや、その程度は別に。中国共産党はどうにかしないとね。俺ね、まあ、習近平が今のまんまで行ったら、俺多分ね、中国国内を押さえつけるのはもう無理無理になってくるような気がする。また天安門みたいなことは起こるんじゃねえかなって。ああ。いや、俺いつかあるんじゃねえかなって。ああ。ちょ、やりすぎ感がありすぎだよな。で、なんでそう思うかっていうと、今ね、富裕層が、金持ちがみんな中国から出ちゃってんだよ。だって、中国国籍にしてねえんだから、みんなアメリカとかどっか海外行っちゃってんだ。カナダに移住したのなんて山ほどいるんだ。しかも中国人カナダで議員で当選してんのもいるじゃねえかよ。中国に、国内にいると、資産の管理を共産党にされちゃうから。だからアリババなんか見事にやられちゃったじゃねえかよ。そうだろ？なあ。だからみんな海外行っちゃうんだよ。そうだよ。カナダは、その中国からの移民も移民っていうか、入国は受け入れてるから、だから中国人が、カナダで、選挙出て、当選して議員やってんのもいるよ。いくらでも。うん。あ、いるいる、それね、富裕層の、でも関係ねえ、仕方みてえだ、うん。そうそう。だから、えぐっちゃんよ、韓国もそれなんだよ。国内で、金稼げねえだろ、あんなちっぽけな、ところで。だから、みんな、語学力を上げて、ね、もう基本的には英語を学んで、海外で金稼ぐっていう。だから、エンターテインメントの世界なんかだってそうじゃん。結局日本で金稼いだりとか、そうでしょ？ BTS だっけ？ああいう、金の稼ぎ方を、うん、するわけよ。結局どこがいいんですか、そんなの。ご件？はっきり言う。日本が一番いいから。マジで。なんだかんだ言いながら、俺は日本が一番いいと思う。これは間違ってる、俺の考え方。小人いらっしゃい。いつもありがとう。そうだよな、しばらく来てなかったよね。俺は日本がいいと思うけどな。なんかさ、最後はさ、日本の里山とかに住みたいな。うん。ああ。いや、日本はいいよ。ああ。マジで。ああ。おっと、小人ありがとう、窓、決まった。
ありがとうございます。ありがとうございます。清少さん、うちの方に来るんですね。そっちは行かねえと思うよ。俺、基本的に、式がはっきりしてるとこがいいから、まあ、俺はもう、希望としては、長野とか、松本とか、安曇野とか、あの辺だよ。冬は、バチンって冬で、春、秋もあって、うん。ああいうとこはいいよね。松本に確かクラインガルテンがあるんだよ。あれもね、募集があるんだけど、クラインガルテンってわかんない？あれドイツで生まれたシステムなんだけど、うん。移住プラス、農業をやる、うん。畑がついてくるんだけど、で、そこに農協がバックアップして、その畑で作物を作るためのバックアッパーになるんだけど、それ、確かやってるはず。うん。ただ、もう全部埋まってる。うん。家賃なんか月2万ぐらいじゃねえか。うん。うん。だから作物さえきっちり作れや、それで、それ道の駅とかに下ろせや。うん。そんなの別になんてことねえんだよ。食ってけちゃうんだよ。季節ごとの、その、なんていうの？ JA がきちっと教えてくれるから。免許がないから田舎無理やな。ああ、でも今あれ、意外と、ローカルなバス、ファミリーバスみたいなの結構走ってるから、うん、そういうエリアだったらいいんじゃね？市とか、町が助成金出して、バス走ってんじゃん。年寄り多いから、ほら。うん。そうそう、コミュニティバスね。うん。結構、そういうのはやってるはずだぜ。あと、買い物行くとこないのは、逆に、音楽鳴らして、売りに来るよな。うん。そうだんべ。週に何曜日とか決めてな、軽トラかなんかで売りに来るよな、食材な。あれもともと発祥は徳島なんだよな。四国の徳島で起業して、で、そこで根付いて全国各地に今やってんだけど、高い。それはもちろん高いよ。うん。安くはないよ。ちゃんま田舎行ったら浮くだろうね。で、田舎、俺出歩かねえから大丈夫だよ。ああ。家の中でインターネットばっかりやってっから。ああ。な。インターネットだけしかやんねえんだから。たまに外出て、ちょっと今日釣り行ってくるかなとかさ。目の前の川で、渓流釣りやったりゃいいんだからよ。
いや、田舎の人は俺のことなんか誰も知らねえから。インターネットなんかやったことねえんだから、おめえよ。ジジバワしかいねえんだから。そうだろ？で、そのよ、月2万ぐらいのよ、古民家、ボロ屋でもいいから借りて、ネット回線だけはもう引けるから、今、全国どこでも。それ引いて、で、お前らリスナーがたまに遊び来たら、庭でバーベキューやったりとか、な？川で釣り、じゃあみんなでやるべや、とか。そういう遊びができたらいいな、みたいな。ああ。いいだんべや。わさび田の近く、やめれや、聖書。やめれや、それ、安曇野だろ。ダメだって、それ、おめえ。畑をするなら、いや、それはだって、季節に合わせてだろ。うん。餅つきがしたい。もうさ、もう、ね、変なイベントやるのやめようよ。な。用意すんの大変なんだからね。そら、里山暮らししてさ、近所と、ご近所とさ、仲良くするにはね、大変なの。ね。消防団入らなきゃなんねえとかさ、な。草刈りに、今日は草刈りの日だっつったら行かなきゃなんねえとかさ、いろいろ大変なんだよ。そこの地域によ、仲良くしてもらうには。やること増えんの。マジで。ああ。じゃねえと、ハブンチョされちゃうから。ああ。なんか、だって俺ぐらいの年で行ったら、なんか若いあんちゃんが、いきなり住んでるけど、あれ誰だって、もうすぐになるから。で、みんな偵察隊が来るから。物持ってくるんだよ、みんな。あんたどっから来たんねんとか言って。こんなとこにって。もうそれで、おばばがみんな、探りに行くんだよ。偵察隊、スパイがな。ああ、大阪から来ました。とか言ってよ。一人もんやけんとか言って言われてよ。そうです、一人です。あらまあ。なあ、お前ら想像に難しくないだろ。あよ、佐藤ちゃん、いらっしゃい。あんたなして食ってんのって言われるからな、必ず。まあ、なんとか、生活はなんとかなりますから、みたいな。もう、探ってくるよ。ぐいぐい来るからね、田舎の人はね。ああ。あんた、あれだよって、会長さんとこ挨拶行ったなんて言われて、いや、まだですって。だ、行っとかないと、ダメよみたいな。そういうのこの辺うるさいからね、なんて言われてよ。あ、わかりましたって。どこ行ったらいいですかね。じゃあ、私に教えてやるから、とか言って。もう仕切りババアみたいなのがいるんだよ。ありがとうございます、とか言って。うん。そうそう。そう、普通に会話するよ、俺は。ああ。いや、だからそのめんどくせえことをやらないと田舎で暮らすのは、ダメなんだよ。コミュニティだから、奴らって自分たちのコミュニティに異物が入ってきた時に、まず最初一瞬拒絶反応を起こすの。で、
ウイルスと一緒だよ。ウイルス入ってきたら拒絶反応するんだけど、そのウイルスが悪ではないなって思ったら、うん、しっかりそこで仲間になるわけよ。マンションなんか隣に誰住んでんのか知ったもんじゃねえじゃん。そうだよ、おめえ。公民館で年がら年中よ、飲み会とかやってんだからよ、あいつらよ。なぜわかるのか知ってんだよ、俺は。実は。うん。実は知りすぎてるの。そういう人が身近にいたから。めんどくさくね。まあ。めんどくさいか、と思うか、これはこれでいいって思うか、どっちかだろうな。お祭りとかも、だから、お祭りとかも、そのピロシキな、参加させられてって思うか、いや、祭り楽しいな、って思うかの違いだよ。ああ。そうよ。うん。だからそこは物事の捉え方だよ。マーチもめんどくさくねって。そんなことねえよって。ああ、葬式とかもそんなの言ってあらいいんだよ。うん。何でもやるよ、つって。うん。俺なんかもう電動チャリンコ持ってきゃ、もうそれだけでいいんだから。もう来い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 でよ。うん。電チャリありゃもう大丈夫だね。うん。ゆうちゃんこんばんは。大体お前ら考えてみろよ。俺大阪に、だって東京から俺大阪来るときに、みんなになんて言われる？絶対チャンマン大阪なんか馴染まねえよって言われたんだからね。なあ。絶対無理って言われたんだから。最初な。やめとけってか言われたんだから。なんか、ちゃんま大丈夫かよとか言われて。今お前ハマっちゃってんじゃん別に。大阪の南の街歩いたってよ。ああ、うなさんとか言って声かけられたりするんだから。ああ、どうもどうも。行きつけの店も何軒もあるし。うん。いや、嘘じゃないよ。それは、ここにいる人たちが、リアルな、俺と飲んだことある人たちが全部知ってるから。川崎さん。うん。俺はそういうことでは嘘は言わないよ。うん。もう、うなちゃんだから。うん。佐野さんって呼ばれることはあんまりないね。うなちゃんだから。バチで声かけられるときは。俺はね、だから変化球得意だから、うん。だから大阪弁はわざとやられんだよ。それやるとダメなんだって。うん。田舎に住んで毎週キャンプとかしたいです。ああ、まあ、毎週キャンプっていうか、別に田舎に住んだらもう毎日キャンプだから。感覚は。自給自足だから。いや、まあ、有名っていうか、まあ、知り合いはいっぱいいるよ。どんどん増えていく。減ることはないから。うん。おろーすとか言って、もう、いつもそんな感じだよ。
あとはよ、今よ、どんな田舎でもよ、ネットさえ繋がってりゃよ、なんかゾマホンで何でも頼めんだろ。あ、ゾマホンじゃねえ、アマゾンで。うん。なあ。翌日には届くんだからよ。どうなの？車がないときついぞ。大丈夫だよ。俺電動自転車も持ってるから。うん。そんなんチャリいらねえから。でも田舎にいると出たくなりますよ。いや、ゾマホンは積もったいて、うるせえよ。ああ、ゾマホン私も使ってます。ああ。だって俺ゾマホンプライムだもん。うん。プライム会員だからね。映画も見放題だし。ゾマホン、最近テレビで見ねえけどな。ああ。あれだってたけしの事務所かなんかに所属してんだよな、ゾマホンってな。確か。いや、ハミマナがなくたっていいんだよ、もう。そうなったら。むしろ、ハミマがない代わりに田舎にはもっと別のものがあるから。自然があるから、マーチン。安曇野にゆいがという美味しいラーメン屋さんがあれば、なんで知ってんだよ。うん。里山いいよね。ハミマといえば靴下売り切れてました。これだろ、ハミマの、ハミマニの、ハミマのマニアの靴下な。ああ、かわいいだろこれ。これはもうファミリーマートを心から愛してるやつのアイテムだから。うん。うん。ね。悪くないだろ。そうよ、ファミリーマート柄だよ。ドンキのクロックス？ああ、あれ、捨てた。うん。うん。だって、あれは店で履いてるだけだったから、外には履いて出ないから。うん。うん。いらねえもんだって。ちょっと置かれてくるわ。そうよ。俺かなりいろんなもん捨てたで。だいぶ。